はい、どうも、おめでとうございます。入り紙3、実況を追い返っていきたいと思います。えー、トイレの花子さんですね。えー、どうしようかね。彼女が、ふみこちゃんだよね。ふみこちゃんがいっそうな場所、公園って行きたいとこなんだけど、まあセーブしてるし、公園。行ってみよう、公園だ。今のふみこちゃんにとって安らげる場所はそこしかないだろう。もしかしたら周辺を重点警戒している、えー、警官からモ擬情報を得られるかもしれない。僕は榎本さんと別れて公園に向かう。 彼も彼女の居場所が分かったら連絡を入れると言ってくれたいないなあ僕の思惑に反してふみこちゃんの姿は見当たらない封鎖しているテープの前で警戒に当たる警官がいたので聞いてみたけれど今日は来ていないようだ一体どこに行ったんだかため息交じりに現場のトイレを眺めるこう見るとどこの公園にもありそうな普通のトイレなのにどうしてここばかり奇妙な現象が続くんだろう 僕は一言断りを入れてからトイレに入った。変なとこ入らなくていいよ。怖いから怖いから怖いから。薄暗くヒヤッとした空間は僕の体を引き締める。現場検証は終わったのか、騒然としていた現場はきれいに片付けられていた。いや、トイレの花子さんの「トイレ」っていうあの文字も消そうよ。遺体が発見された一番奥のトイレへ足を進めた。そこをじっと眺めた後、僕は写真を撮り出した。 写真の損傷具合から見て老婆はここで倒れる直前に食ったなぜここで写真を食わなければいけないんだろうか何者かに追われていたしかも写真を狙われていたここに追い詰められるまでに写真をどうにかしか安全に処分したくて食ったそう考えるのが普通だろうならば犯人はどうしてこの写真を狙うのか芙美子ちゃんか哲二君が最終的な目的でそこにたどり着くための道筋があの老婆いやそれもなんとなくしっくりこない もしこのストーリーだとしても犯人が写真をあさった形跡がないずいぶん諦めが早すぎるのかそれとも僕らが見,下ろし見落としているのか僕は腰を下ろして床を凝視した何か見落としているものはないか鑑識でも見落とす何かその時僕はあることをひらめいた最初に発見された血痕だなぜあれだけの流血にもかかわらず四方の壁に飛び散っていないんだ もしここで誰かが刺されたとしたら帰り地で正面の壁か扉に激しく飛び散ってもいいはずだ壁にはごくわずかにしか付着していないしかも下から上に向けて血が流れたようにも思えるこの状況が成立するには真上からゆっくり一滴ずつポトリポトリと落とし続けるしかないえ天井を見るの怖っしかし僕の推測を裏付けるような痕跡は何もなく薄暗く薄汚うん薄汚くか薄汚くす,すけているだけだ これは一体どういうことなんだろうええ僕の推理をどこか後押しするように扉が1人でに閉まった。これまずいですね。妙な予感が,ゆが働く。ゆっくりとドアのお握り開けようとした。開かないんでしょいや、これはまずい。怖い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 。開かないどうして簡単な作りのロックはもちろん外されている。それなのにックともする様子はない。あっ。 怖い怖いですどうして似たような目には何度もあっているだが何度遭遇しようともなれるものじゃない見えない誰かが明確な意思を静かに向けているその意志の奥底にあるのは敵か殺意か像それが固い扉をすり抜けて僕の体に染み込むようだ優香ちゃんの時も似たようなことあったけどあれめっちゃ怖かったからな あのえー、その時扉と床の狭い隙間から誰かのつま先が見えた誰かいるんですかこの件からは手を引いてくださいあーよかった生きてるもの生きてるのかな生きてるか分かんないけどあの会話が成立するなら大丈夫だ大 <laughs> 丈夫だえ女性の声だもちろん聞き覚えはないしかもここで起きたことを知っていて僕が追っていることも知っている誰なんですか この事件はあなたたちの手には負えませんだから手を引いてください誰なんですか扉は相変わらず動こうともしない警告はしましたこれ以上被害者が出ないうちにちょちょっと待ってドアを強引に開けた時にはもう誰もいなかった慌てて外に出るがやはり該当しそうな人物は見当たらない 彼女は気になることを言っていたもうこれ以上の被害者が出ないうちにもし彼女が何かを掴んでいるならまだ事件は続くことを示唆している一体さっきの人物は一体 <noise> 愕然としている僕に携帯が鳴るモニターを覗き込むとそれは榎本さんからだった <noise> はい羽黒ですが榎本です今すぐ相葉学園をお願いしますもしかしてふみ子ちゃんに会いに行ったんですか この間は彼女の相手をしないと言ってたのに、どういう風の吹き回しなんだろうか。いえ、学校から110番がありまして。どういうことです自分ではこの現場はどうにも、とにかく急いでください。丸山文子もいます。何が起きたんだ少なくとも緊急であることには変わりない。しかも、榎本さんの理解の範疇を超えているようだ。僕は胸ポケットに写真をしまうと、足早に学校に向かった。 アグロさん、こっちですうなんだなんだおーおーおーおおおおおおいったい何だこれ僕は絶句するしかないあたり一面に大量の血液がぶちまけられたようだこれほどまでの量を用意するには一体何人殺せば榎本さんに助けを求めるように視線を向けると彼の方こそ泣きそうだった聞き込みによると水道からこの液体が一人でに噴き出したようですはっ 榎本さんが指をさすすると水道の蛇口には同じものと思われる液体が滴っていた一人でにって線が緩かったんですかそれでもこの赤色の液体は説明がつきませんいいですか水道からは無色透明の安全な水が出るものなんですよそんなことは言われなくても分かっているよ榎本さんは落ち着きをすっかりなくしているようだこれはダメだ他の人に話をそういえばふみ子ちゃんは電話じゃいるって 彼女は病院です。病院何かあったんですか発見当時あそこにいたんです榎本さんが指差した先うわわわわわわわ霊れいったなこれはそれはびちゃびちゃに濡れた真っ赤な水たまりの中央だった赤い液体を全身ひっかぶって立っていました両耳を見開いてブツブツとつぶやいて正気を失った状態で そうつぶやく江本さんこそ顔面蒼白だったいないな、いないな、割とずっと警戒してんだけどね、全然いないね。<laughs> 夕焼けの病室は奇妙なし寂しさを感じさせる、その夕日をほとんどまばたきをしないで見つめているふみこちゃんがベッドの上で横たわっていたふみこちゃん、ボウが大ぞお,ずおず声をかけても、決してこっちを振り向いてくれなかった。 見つめてかすかに唇を動かしているかなりショックだったのだろう僕が見ただけでもそれだけのインパクトがあった僕はそっと彼女のもとに寄り添ったごくわずかに彼女の声が聞こえるからだそして静かに耳を傾けた花子さんありがとう花子さんあ怖い怖う怖いさんありがとう花さすがに怖いさすがにがいですさすありがとう花子さんありがとう花子さん ありがとう花子さんやったらちょっとだけ優しくなるんやけどなそれからあの公園の怪奇事件はパッたりとやんだえふみこちゃんは相変わらずあのまま,のあのままで病院にいるという噂だ一連の事件の原因がふみこちゃんだとは思いたくないだがどんそんな疑いも事件の真相も明らかになることなく僕が追った事件は中途半端な報告書未解決事件として地下5階に収められているええなんで 長い,長いあれやったのいやセーブはしないしここでロードしますってかここでロードしなくても普通に分岐ツリーから行けばいいのかこれ便利よね分岐ツリーここだよねえ学校に俺が行った方がいいってことかじゃあ学校行くか学校だ一度家に帰っていることを確認しているがあれから時間も経っているし今もいるかどうかはわからない それよりも今朝肛門で見たあの光景が忘れられないのだ僕は自分の第六感を信じることにしたはしましたけどね僕の第六感は外れました僕は榎本さんにふみこちゃんに会ってくると告げて別れた綺麗に外したけどね相葉学園の肛門にたどり着く狙い通りふみこちゃんがいててくれればよかったんだけどいいんだけどトイレから出てくるんじゃないわよ 風に乗って不穏な土星が聞こえてくる幼い声に似つかわしくない敵意と嫌悪にまみれた声だまああの猿の娘だからねこの学校はどうやらまだまだ不穏な空気が払拭しきれていないようだトイレの花子さん来るなトイレに帰れトイレの花子さん僕はその言葉に嫌な予感を感じ走り出したもし僕の感が正しければそこに文子ちゃんがいるしかも虐げられている可能性が高い 今もなお続けられる土星を頼りに僕は校舎に飛び込んだどんな声のボリュームで叫んでんだよ廊下の角を曲がるその先には3人の女の子がいたまるでその姿は高2のように狂気乱舞しているようにも見えたトイレの花子さんはもうトイレの中から出てくるな あの子たちは確か、正門でふみこちゃんとのさかいを起こしていた子たちだ。<laughs> あの T シャツなんて書いてあるんだろうなティーンかな。<laughs> ティーンって書いた T シャツを着てんるのかなこの子は。彼女たちはトイレのドアを押さえて何度も何度も罵倒を繰り返している。その口の端から、ワクランしたかのように残酷な意味を叩いていた。しかし、ブスだな。子供の表情とは思えない。まるで何かに疲れたかのようにも見える。まさか、彼女の矛先はふみこちゃん。お願い。 出して誰が出してやるもんかこの化け物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 確かサヤと呼ばれた子は以前にも増して動機をあらわにしている彼女の勢いを今度こそ止めることはできないのか愛ちゃんと呼ばれた子はドアを押さえているあ <laughs> 久しぶりだなすげえ服装だなどういう服だよどこに売ってんのそれもう一人の子も同様だこのままだと何が起こるか分かったもんじゃない 止めなきゃと思って一歩踏み出したとき、視界の端に何かがよぎった。あえ黒い羽ただの偶然に過ぎないはずだが、それが公園のトイレのことを想起させた。こらぁ何いじめてんのよまるで近所のやがましいおばちゃんのように若い女性が僕の脇を駆け抜けた。その風貌から言って、学校職員とは思いがたい。だがその疑問は後回しだ。ゆうかちゃんじゃない 僕も彼女に続くように駆け寄ろうとしたがすぐさま歩みが鈍った何か聞こえたような気がしたとても小さな音だだが僕の第六感が気をつけろと注意する僕は意識を研ぎ澄ませて集中した子供たちの怒号とドアを蹴る音のほか女性ががなり立てる音が声トイレに閉じ込められている文子ちゃんのかすかな息遣いシャドウのトラックがアスファルトを削るように走る音耳がめっちゃいいのかな 遠くから聞こえる大人たちのさぎ声いや違うもっと近いもっと近くてまるで気づかれないように何かを仕組んでいる音だそれは虎視眈々と3人の女の子の気を飲み込もうとゆっくりと力を溜め込んでいるどこだどこなんだ必死にその音源を探す僕の意識はどんどん研ぎ澄まされる蛇口でしょうリノリウムの床を擦る上履きの音ドアを蹴ってきしむガラスの歪み職員室にいる超教員のため息 黒板とチョークが触れ合う音、湿度のせいでフレームが膨張するグランドピアノ。いや、違う、これらも彼女たちに敵意はない。理科室のビーカーが割れる音、焼却炉で溶かされるプラスチック製品、一人でに蛇口が緩む音、一人でに蛇口が緩む音、それだけに意識を集中させる、古びた蛇口が並んだ水場は彼女たちのそばにある。僕がそれを視界に捉えると、確かに蛇口が勝手に動いていた。危ない 駆け出した僕はちょうど水場に差し掛からんとする彼女にタックルをするように押し倒したうへいセーフキャー流しから勢いよく何かが噴出したこれは水じゃないあれは血液あっいえいあ血を全身に浴びて少女たちは取りのぼせたように踊り来る。 真っ白な肌と黒い髪の彼女たちにぶちまけられた血液は彼女たちを異形の存在かと思わせる。いや、何やめやめて突然の事態にチりチりになって走り出す。ぬるぬるとした床に滑って彼女たちは何度も転げ回る。それでも必死に逃げた後の惨状は安淡たるものだった。彼女たちの背後にのぶとい赤い線がいくえにも走る。壁にも飛び散り、残殺現場のようだ。彼女たちの影すら血に染まっているようだ。 周囲には鉄サビのような臭気が覆って舌先に嫌な感覚が襲いかかりえずくそのおかんに必死に耐えながら改めて見ますいやー耳耳めちゃくちゃいいのかっこいいな薫ちゃん目の前はまるで惨殺された死者が新鮮な肉片を求めて宴を催した後のようだ大丈夫ですかああ優香ちゃん赤いちゃんちゃんこ 彼女は呆然としていた。だが僕は彼女の見解とは別のことを思っていた。トイレの花子さん、水道管から血が出てくるなんて、賞金の沙汰じゃない。だが今起きた出来事がトイレでも起きていたのなら、血まみれの老婆の謎が解ける。だがどうして、常識的にこんなことはありえないはずだ。そう、常識的ならこんなことは起きやしない。だが、文子ちゃんが本当に能力を持っていたとするならば、今目の前で起こった現象にはすべて合点がいってしまうのだ。 僕は立ち上がってトイレのトイレの扉をそっとノックした反応はないもう一度ノックふみこちゃんいるのかいハグロのお兄ちゃんそう僕だ開けていいかなそっと扉を開けるとそこには怯えきったふみこちゃんがいたよかったどうやら怪我はなさそうだほっとして頭を撫でると彼女の全身がふっと力が抜けていくのを感じる リラックスしたんだと思ったけど、それは僕の背後に広がる血まみれの惨状を見てそっと押しかかっていたためだった。いや、あの量の血を見ることなんて生きてたら普通はないからね。僕と彼女はフミコちゃんを抱きかかえて保健室に連れて行った。が、鍵は開いているものの、瀬尾さんの姿が見えない。緊急事態だ、無断で借りるのもやむを得ないだろう。そのまま気を失ってしまったフミコちゃんをベッドに寝かせる。フミコちゃんが目を覚ます前にやるべきことがある。 この学校関係者とは思えない女性の素性を調べることだ。あ、あんま調べないほうがいいですよ。すみません、少しいいですか僕は隣の若い女性に声をかけるおかげでだ。彼女も僕の後に続いて出てくる。笑顔振りまいてんじゃねえよ。さっきはありがとう。おかげでお気に入りがずぶぬれにならなくてすんなお気に入りだったんだ、それ。<laughs> いつもそれ来てるもんね。い,いえい,いえ、職務のついでですから。職務 はい、警察士長警視庁を編纂室の羽黒かわると言いますあちゃー僕はニコリと笑っただが相手の女性はそんな僕に対して唖然としていたあなたがえー、そうですけどどっかで会いましたっけあなたなのね彼女はいきなり僕のこめかみをグリグリし始めたこわっいたたたた,たな何をするんですかこっちこそ聞きたいわよどうして電話を切るのよあ もしかして、さっきの恐怖の電話のあるじの、間宮優香さんまさかこんな場所で会うなんて。その時中で何やら物音がした。フミコちゃんが目を覚ましたのかもしれない。僕は何度か間宮さんをなだめ保健室に戻った。窓際にフミコちゃんが憔悴している様子が痛ましく思えた。彼女はまだかすかに震えている。入ってきた僕の姿を目に留めると、おずおずと口を開いた。あの、 ありがとう、お兄ちゃんいいって困ってる人を助けるのが警察の役目なんだからそれにしてもさっきは家にいたのになんでまた学校に公園のトイレに行こうと思ってうつむきがちにふみこちゃんは答えてくれるだけど人がいっぱいで怖いおじちゃんも見張ってたからどうしようと思ってそしたらあの子たちに見つかって学校まで連れてこられたってまだ少し震えながらふみこちゃんはうなずく 何ををそこまであのの子供たちを駆り立てるといううだろう僕には目の前のふみ子ちゃんがただのおとなしい小学生にしか見えないというのにいつもあんなことをされているの間宮さんが心配そうに尋ねたふみ子ちゃんにとって初対面の人だからだろうか彼女は下を向いてしまう僕はその言葉を受けてさらに尋ねてみた瀬尾さんから聞いたよどうしてもいじめられてないっていうのかな さっきのはどう見ても子供のジャリアイでは済まない話だ。あんな辛い思いをしているのなら、助けを求めてもいいのに。できるだけ責めないように、慎重に言葉を選んで彼女に尋ねた。だって、あの人はお兄ちゃんの聞きたくないことを聞いて責めるんだもん。カウンセリングのことか、おそらく哲司君の受験の色々のことを言っているのだろうお兄ちゃんの病気を治すなんて嘘、あの人と話したってちっとも良くならない。そっか。 あの人はきっと良くないことが起こるよ。そう思うまさか無意識のうちに瀬尾さんを襲おうとしている思う、嘘つきだもん。花子さんも嘘つきは嫌いだもん。花子さんの言葉が出てきて間宮さんは気色バーム。けど僕はそれを無言で受け流し、落ち着いてとお願いする。あの女の子たちも、ふみこちゃんのことを花子さんだなんてひどいね。花子さんはひどくない こんなに強く意思表示をするフミコちゃんは初めてだ。いささか面食らっていると鼻息を荒くしたフミコちゃんは言葉を継いだ。花子さんはいい人だよだっていつも花子さんは私を助けてくれるもん今朝話してくれた人のことだね。うんどういうこと新人君はこの子は花子さんに会ったの花子さんってトイレの花子さん間宮さんが流れをつかみきれずに訪ねてきた。僕はどうしようかと一瞬迷ったが。 黙っておいてもどうせ聞き出そうとしてくるのだろう仕方がないのでふみこちゃんが公園のトイレで花子さんに会ったことを簡単に伝えたそこで僕はトイレで死亡した老婆のことを思い出したここで話すのもどうかと逡巡しするがいつまでも伏せておく話ではない第一発見者のふみこちゃんにはそろそろ事件の経過を伝えておくべきだろうそういえば見つかったよ君がトイレで見つけた人え本当うんおばあさんだよね 誰ののこと文子ちゃんの表情が途端に曇るどうやら彼女には心当たりがないらしいふみこちゃんが見つけたのはおばあちゃんおばあさんじゃないよおばあちゃんって言っちゃった違うよ私が見つけたのは花子さん今まで声しか聞いたことはなかったけどこの間はちゃんとあそこにいたのじゃああの時は花子さんが死んでいたってことわかんないでも君はあの時人が死んでいるって言ってたよわかんないだってあんなに違がう ふみこちゃんここは大事なところなんだよく思い出して新人くんふみこちゃんは怖がってるじゃないおめえの方が怖えよはっと気づくとふみこちゃんはまたしても震え出していたしまった肩に力が入りすぎてやっちゃったふみこちゃんを落ち着かせようと間宮さんがあやしているでもふみこちゃんが見た死体って身元不明の老婆じゃない仮にそうじゃないとするならばふみこちゃんは見間違えたいやそれもありえそうにない 花子さんの詳細は分からないけど、年老いた女性と見間違えるのも無理がありそうだ。いや、花子さんというものの老婆の形、姿、形をしていたのか。それとも死体が2つ存在していたもっと詳しく聞いてみたい。だがさっきの失敗をしてしまった以上、今は無理だ。また日を改めて尋ねるしかないか。 帰り道の途中でさっきの女の子たちが待ち伏せしているのかもと思って僕は文子ちゃんを送ることにしたいやあんなことあった後にもう何もする気力起こんないでしょ大変だったね今日はううんもう慣れたからあんなのに慣れちゃダメだよ手をつないでとぼとぼと歩く僕らは他人からは年の離れた兄弟に見えるのだろうか彼女が本当に笑顔を取り戻すにはまだまだ遠いそういえばどうして学校にいたのあそうだったそうだった さっきの騒動ですっかり忘れていた老婆から摘出された写真を聞くんだった僕は胸ポケットから例の写真を取り出したこの写真覚えてるこれ返事を待つまでもない写真を見た途端にふみこちゃんの表情が驚きに変わったどうして持ってるのさっき言ったおばあさんが持っていたんださすがに胃の中にあったと伝えるのはまずいざっとその老婆の特徴をふみこちゃんに話した そういうおばあさんって親戚にいないかなうんーいないと思うよく思い出してみて私おばあちゃんとおじいちゃんに会ったことがないからそっかどうやら両親や祖母も含めて彼女の家庭環境は複雑なようだこの写真を撮ったのはいつか覚えてる確か前の前の旅行の時場所は確か彼女は一生懸命に思い出そうとしているしかし物悲しそうにかぶりを左右に振った よくわかんんなない。お父さんと最後のの旅行なのに。あの時はみんな仲良しだったのにな家族の悲しみが表出してえ表出して文子ちゃんはさらに鎮痛なおも,もちになったどうしてお兄ちゃんはお父さんを嫌うんだろう嫌っているのうんお父さんはダメな大人ああなりたくないっていつも言うのお母さんも同じことを何度も何度も 哲二君の言動はおそらく母親の影響だろう家族が家族を悪く言うのは正常なことでは決してないふみこちゃんはお父さんのこと好きかなうんでも親はばっかり言ってそのままいなくなっちゃった行方不明にだんだんただの家族騒動の域を越えてくる神隠しか何かにあったのだろうかえー、だからあのー、さっきインターネットで見た事件で行方不明になった男性っていうのはこのふみこちゃんのお父さんのことじゃないの 帰っっててこなくなくた日のことは今でも覚えている。霊山に行くとかそれは霊山のことか好奇心がムクムクと持たげてくるそれを蹴取られぬように顔の筋肉を引き締めたその山ってどこかわかるかなえっと確かこれな,なんて読むんだろう犬山村とかだっけの彦根彦根山ってねね、ね、彦山彦山でいいのかなねびこ山とかかなねびこ山何勝手にしゃべってんだよ あ、兄ちゃんか。相変わらずの顔だな。ふと顔を上げると、えー、哲二くんが玄関先で荷をちをしていた。ゴブリンみたいな顔してるもんな、こいつ。話に集中していて、いつの間にか到着していたようだ。哲次くんが苛立ったように息を吐く。それだけでびっくりとふみこちゃんが萎縮する。哲次くんは無言で家の中に引っ込も落とした。<laughs> なんでこいつ常に家の前で待ってんのまだそんな奴のことをブツブツと。聞いて、あのね、お父さんは、 だからその話は聞きたくないって言ってるだろうこのおつき哲二君は家の中に引っ込む文子ちゃんも彼を追っていくそのまま寂しく扉を閉める音だけが鳴った家の中ではかすかに兄弟のいさかいの音が響いていたこの間に置いてけぼりにされた僕はただ家を見上げるしかなかったしかし実の父をそんなやつって言うなんてえー、丸山家の過婚が根深いことを改めて実感する思いだ 結局、目新しい情報はなし。老婆の身元がわかるかと期待したが、空振り。持っていた写真の謎は解き明かされず。強いて言うなら、二人の父親が山で行方不明。僕好みに言えば、神隠しにあったことくらいか。だが、それはトイレでの状況を解き明かす鍵になりそうにない。いや、つながるんじゃないの丸山家に関係ないのになぜ老婆が写真を持っていたのか。黒い羽、大量の血痕、そして写真。老婆は何を見て何を知り、どうなんのか。 乏しいい手手ががかかりのの中で全く手つかずのことが残っている。それはトイレの花子さんだ。この存在がもしかしたら事件を解き明かすかもしれない。公園に行ってみよう、現場100回という言葉もある。お百度の参りみたいに現場に通い詰めればきっと真実が向こうからやってくるだろう。いや、そんな何回もトイレ行かなくていいよ、しかもこんな時間にさ、怖い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 から。 それは夜にすり替わる準備を進めているってことで怖いので今回はここで終わりたいと思います。また次回この続きから花子さんやっていきますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。またね。